はい、この高川で中華幹線でございます。今日はね、スマホ別のやつに変えました。昨日も散々なもありましたからね。スマホ変えても一緒か中の Google やから、まあ行ってみましょう。風が強いんでね、今日温度は6度ぐらいなんですけどね、風が冷たいんでね、どっちに、これ右行けんの、右、はい、これで合ってるのかね、右行ってるね。ああ、ここは走ったことあるね、これ。中央幹線の横や。まあ、歩くことないんでね、全然風景が、車ので運転手と違うんでね。さあ、今日はどこ行くと思いますか？まあバレバレやな、こんなところ見せたらな。中央幹線よく走るんやけどね。まっすぐ宇田名張に行きますけどね、これまっすぐ上がっていくとね、これちょっと今ここにおるのかな、ちょっと違うんだけどね、わしが思ってるね。川渡らないかんだけどな、ここで行けんのかね。これ全然一本待ち込んじゃうかな、これ。あっ、ここは川やから一本待ち込んじゃうか、これ。待ち応えありますな、これ。ほらほら、そうやろ、全然違うとこ走ってるやんか。あかんあかん、やっぱりやっぱりこう、あの道行かなきゃなってないで、間違ってますよこの人。もういきなり間違ってるわ。せっかくスマホ変えたのに、変えたのにね、変わらずさ、間違ってありますわ。こっちの方が感度悪いかな。あの辺に行くはずなんだけどね、どうしようこれ。これこのナビで見ると道ないぞ。もうナビが全然違うと指してるからな、これ。いやいや、だから一本右やけ、ちょっゴロサ押してはるんだけど、そこの道じゃないわ。そうそう、ずっと右の道やわ。あの道やからさ、この辺か行かねえんかね、これ。この土手上がれんかね。だってあれ住宅街から行けるかな。どうも行けそうないね。この横に道あるけど、どうやろ。いやー、これもあの辺無理やな、これ。これ寒いから、この後どうするかね。あと天理方面の古墳回る予定なんだけどね、回れるかな。問題は注文が入ってくると帰らないかんからな。問題はそれが問題や。その地味に言うと時間が2時やな。あと2時で確認しようか。いや、これ遠回りですわ、これ。大回りでございましたね。ということは反対に、どうしようか。反対に右が行くか、右の有楽天の方か、電車地。この辺か行かないかね、それ。
これ渡ってみようか。ちょっと道がね、案内が悪いから。おお、びっくりした。変えましたか。おお、最初に行く道をね、変えましたわ。最初に行くのはね、どこやったっけ、三田店の、誰やったっけ、龍楽店の、ちゃうな、天皇伝承師なんかこの辺にあらだけどな、それなかったっけ、載ってないな、これには。まずね、まず乗っていきなり間違ってくれたからね。昨日も今泉古墳で大変な目に遭いましてね、ナビはついた言うんやけど、ゼロメーターゼロメーター言うてね、何遍もゼロメーター言うんだけど、探せど探せ、10分以上15分探したかね、滝やぶの中をね。ほんな上から上に刺すから、最初上に上がったんだけど、ないんだけ下って、下って上から見るからね、せっかくが、あの石油図見えへんし、もう帰ろうかな、でもう最後の一方で入ったとこで見つかったんだけど、もう帰る予定だったんだけどね。この辺なんかなかったかな、なんか勘違いしてるかね、これ。上水道がこの辺にあるから、これはどこだ、これはどこだ、これは左方向です。いやいや、あなたが今指してるところ、違うとこ行ってんねんで、ごめんやけどなあ、どこやろ、分かりませんな、どこだ、伝承地はどこだ、伝承地は。上水道のこの辺っていうのを聞いてたんやけどね、ないか、ないな。で、ジンバルは壊れたし、カメラで撮ってるんでね、冷たいよ手が。あれはちゃうな、ちょっとイメージが違うんだけどね。これが歩き出したらね、前に進むから後ろに下がらんからいかんでんな。ナビが間違ってるんやから、下がったらよかったのにね。あの辺なんかな。ちゃうか。大変でございますわ。ああ、あこね、はいはい、あこわかるわ。あれ、石があるとこやな。あの石で、前、動画撮っとるわ、そこでな。おお、これなんか、公園みたいなのがあるんだけどね。どうなんだろう。違いまっか。ただの公園ですか。ただの公園みたいやな。これどういうことやろ、川入られへんねんけど、階段作ってやんねんけど。寒っ。また長い公園なんですがね、
看板も何もないから分からないか。分からないか。何にも分からない。公園の名前さえ分からんねえもん。残念。さっぱり分からん。ちょっと待てよ。ここは車で通ったことあるな、ここ。はいはい、これ通ったことある。この公園は何の公園だろう。川の反対側やな、これ。川の反対側でございました。あ、ここやな、おそらく。ここか。ここが、なんか、あの宮跡のはずだけどね、ちょっとこれ渡って、来ないか、はい、来ないか、行こう。ほんまに車危ないからね、オーダーホンド止まらないんやから。この昨日あれ、いつやろ、2日のやつだかね、奈良で引かれそうになって、警備のお父さん、行け行けよから行ったらね、あの混んどるから、この海左からもの猛スピードでね、車が来るんですよ。あれ危なかった。まあまあ危ないだろうと思いながら行ってんだけど、まだ危なかった。それでもね、横断歩道止まらないわ、ほんま止まらない。あれは横断歩道は基本的に信号が少ないと危ないわよ。ここやな、ここがそう、電車地やろ。あ、金明店の方か。はいはい、金明店のとこでしたか。はい、そんなへん。金明店の電車地、ここやった。あの、ナビではなんか刺すんやけどね、こんなとこ刺せへんけどね。元ずっと向こうやったの、刺してたのな。あの、左かへんやけど。はいはい、ここね、ありがとうございます。ここが、あの金明天皇の宮跡でございます。ここ書いてあるよ。え、ここ八瀬川やったっけ。これ大和川じゃなかったの。うーん、ちょっとわからんな。八瀬川、八瀬川と大和川、藤原川、はい、おかしいな、大和川って聞いてたけど、はい、三本で仏教、仏教の伝承の地、それはどっか違うとこあるんだけどね、発祥の地である。もうそれはちょっと分かりませんわ。なんて読むのこれ。四季島金指の宮、ややこしいの。四季島金指、ああまあまあ読めんこともないけど。第29代金明天皇が営んだ宮です。金明天皇時代にあの仏教が入ってきたんでね、はい、この日は何の日でございましょう。ああ読めまへん。柿本人麻呂、何だ書いてあるんだろうね。崩しで志に木かね、死その下ばから。やっぱりあの崩し字がちょっと分からへんな、読まれへんな。はい、読まれませんでした。あ、今回ではなんか詩、あ、関係ないか、詩は、はい、関係ないでございました。だからここにその宮の跡があるんやと。宮跡はどこあんのやろ。宮跡はどこあんのかね。この川は大和川じゃなかったのかね。八瀬川って書いてあるけど、ちょっと待って、これ大和川なんですけど、
図星やこれ、ヤマト川やこれ、長谷川じゃないですこれ。ほらほら、あの向こうから撮ってるよな、あのダンプの向こうからな、ダンプが止まってるでしょ、ダンプのね、あの辺からね、一回撮ってんねんて、そこのダンプをせき止めたダンプというか、なんとか知らんけど、そこまで撮ってるんですよ。ものすごい綺麗やったけどね、あの当時撮った時ね、何ヶ月か前やけど。これ、この宮跡ってのはどこあんのやろ、ちょっと宮跡を探してみよう。宮跡、宮跡、見当たらんね。大体見当たったらいろんなね、土石かなんかないね。何にもないんやけど。これ何にも見当たらんねんけどね。残念ながら見当たりませんよ、これ。ビーチぐらいしか見当たらん。まあ、これ上がってみようか。伝承地、伝承地があるんやけどね、仏教伝承地が、そこに、そこに大体目標で来たんだけど、ちょっと違うとこ来てもだ、大和川でございます。上がね、中和幹線、いつもね、この横を通って、行ってみよう、この横の道を通ってね、はい、行ってみましょう。あら、行かれへんがね、これ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 、こう反対側撮るとものすごく感じよかったんだけどね、あの向こうが撮ったんか、ね、そこしはもっと向こうだよな、あそこやな、はい、ここは行けませんでしたわ、これ降りれる、こけないように、はいはい、うわ怖、これ渡られへんの、これ。ほら、渡れないね。渡れまへんわ。ちょっとね、最初の目的地と違うんだけど、さあ目的地に今から行きますよ。